1分半でわかる、安全に快適に業務を行えるインターネット分離の方法とはをご紹介します。ナビゲーターは私、公共推進室の中野がお送りいたします。今回はインターネット分離についてです。自治体情報セキュリティ対策として3層対策が提言され、インターネット接続系ネットワークは分離されました。分離方法として VDI、SBC などの仮想デスクトップやインターネット専用端末を用意し、物理分離されている自治体様が多くいらっしゃるかと思います。自治体職員様からよく聞くお悩みを3つ挙げます。 1. 無害化処理。無害化処理に手間や時間がかかる。 2. 維持コスト。仮想デスクトップのコストを抑えたい。 3. 動作スピード。起動が遅い、画面転送が遅延する。これらのお悩みが当てはまる方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回はこれらに関連するお悩みの解決方法をご紹介いたします。手間も時間もかからない簡単な無害化処理、コストダウンできるソリューション、ストレスなくサクサク使えるインターネット環境などを解説いたします。詳しくは自治体ネットワークオンラインセミナー、安全快適に業務が行えるインターネット分離の方法とはをご覧ください。ご視聴方法は掲載ページにある、続きはこちらから、または概要欄のリンク先よりご覧いただけます。ご視聴お待ちしております。